ピースターズと日常シリーズ。オニワスと福は内、どうもピースターズと福は外、オニワ内、どうもやばいやつです。イエーイイエーイ。ということでね、はい、今回ですね、まあ、やばいやつのね、とある企画をしていきたいと思います。その企画がですね、今回ね、節分ということで、まあ、節分のイベントというわけですよ。でね、どういう企画をやっていくかというと、こちら、じゃじゃーん、今回用意した恵方巻きです。はい、やばいやつがね、用意してくれたね、納豆しか入ってないね、恵方巻きです。はい。はい、これはね、やばいやつの手作りです。でね、こちらをね、で、食べてね、静かに、俺が静かに食ってね、なんかやばいやつが邪魔してきて、で、俺はそれで、話しかけずに、ちゃんと最後まで食べれるかっていう、ね、企画をやってきたいと思います。それでは、レッツゴー。はい、ということでね、はい、今からちょっと食べていきたいんですよ。はい。ですがって言いそうなんだけど、がじゃないな。がってこの続きないわ。じゃあ、やばいやつ頼んだよ。オッケー、任しとけ。大丈夫か。よし、じゃあ、いただきます。おい、Z。おい、おい、生きてるか？おい、死んでんちゃうんか、ボケゴラ。おい、返事しろ、この野郎。あかんか。じゃあ、笑わしたらどうかな。へへへ、おい、おい、おい、わあ、あはっは、へへへへへ、あはっはっは。ダメじゃのう、ダメじゃのう。じゃあ、どうやったらいけるやろな。どうやったらいけるやろね。おーい、死んでんのか、おい。おい、お前の泣き殻は、ちゃんと俺が残さず食ったるからな。じゃあ、俺特製のゲロビールでも飲むか？おい、ゲロビール飲むか？ゲロで作ったゲロビール。おっと、おっと、ゲロの量が少なかった？じゃあ、もうちょっと吐くな。うぅあと何があるかな。そうや。なあ、Z。おい、Z。あのさ、ゲゲゲの鬼太郎の漫画、全巻揃えといたぞ。俺が買ったったんや。もう部屋にあるぞ。え、マジマジ、読みたい。はい、アウトー。うわ、しまった、マジか。釣られた。で、鬼太郎の漫画ってあんの？ないわ、ボケ。あるわけないよ。用意してるわけないやろ、ボケ、おら。お前やったらこれで釣られるかと思ってな。でも、雑魚いな。うわー、完全敗北。はい、ということで、皆さん、僕は今回負けちゃいました。はい。僕ね、現実世界でも、こういうことやったことあります。はい。まあ、恵方巻きでやったことはないんやけど、恵方巻き以外の食い物でやったことあります。はい。ということで、皆さんもね、ぜひ、こういうね、チャレンジをやってみてはいかがでしょうか。ということで、チャンネル登録をぜひお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。See you again!